も、ネクラーです。早速、今話題のごほてで出てるロルバーンを買ってきました。初日に行ったのに、まさか今更ロルバーンが出るとはびっくりですね。で、こちらのごほてのロルバーンが出たんだけど、そのごほてのロルバーンが発売されたのがおとといの2021年11月22日から、急にツイッターで今日から売ってますよっていうのが告知されました。やばいよね。<laughs> あ、これだけそうだ。 これだけ、あれですね。今回の展示にない絵ですね。ここ二つはあるんだけど、これだけ、今回の展示には入ってない、ゴッホの絵ですね。で、ゴッホ展は予約しないと入れないんですけど、まあ発表されて、祝日飛ばして、その次の日、今日行ってきたって感じですね。昨日祝日だったので、上野駅周辺混むかなと思って、一日飛ばして、光エシンクスの、ルルバンジャーニーに参加してから行ってきました。<laughs> ただー。 そうね。今から行きたい人は、指定の日にはできても、指定の時間は難しいかも。何時からっていうのを任意で調節するのはかなり、2週間後、3週間後とかの回帰に行かなきゃ無理かな、と思います。ただ日付だけ頑張れば割り込めるので <laughs>、時間は何時でもいいから何日行こうっていう感じならいけるんじゃないかと思います。そうね。 そうで、今回私3冊ずつ買ったんですよ。美術館ロールバーンでね、苦い思い出がありまして、そう、これもうね、ちょっとお気に入り使っちゃってるんだけど、この2冊が横浜美術館で売ってたルノワールのロールバーンなんだけど、これの時が初めての限定ロールバーンだったんですよ。これから集め始めたって感じだったんだけど、この時日よってね、いやー2冊ずつで一生っ,って思って、使用用と保存用だけで2冊ずつで終わらせちゃったんですよ。 友達に絶対もっと買った方がいいよとか、もう一回チケット代払って行ってこようよとかすごい言われたのに、いやもういいって持ってるんだからいいってって言ってたんですよ。もうそれを今でも後悔してて、こんなにハマるならもっと買えばよかったと思ってて、今回3冊ずつ買いました。そう。そんな感じ。いやー、まさかゴッホがロルバーンになるなんて。<laughs> で、そうそう、今東京都美術館でやってるけど、 この後の会期は、福岡市美術館で12月23日から、で、名古屋市美術館で2月23日からあるので、まあ、そっちでもやるけど、グッズがそっちにも行くかわかんないけど、まあ行けなくて、がっかりな人はちょっとチェックしてみるといいかもって感じかな。そう。一応東京都美術館で今やってるのは上野駅で入場料2000円、学生とか、えっ、ー、と、 高齢者の人とかはちょっと割引がつくかなっていう感じ。で、そうそうそう。一回行ったのに二回目も行くかって言ってる人がいたんだけど、今ね、こんな感じで、あの、ご補填に入った人は無料で見れる展示とかもちょうどやってるので、そこも見てくるとちょっとだけお得な気持ちになるかも。<laughs> 私もそこで可愛いガラスの作品とか見てきて楽しかったですね。そんな感じ。 じゃあ、一冊ずつ見ていこう。一 <laughs> 冊900円税込みです。ぴったり900円で一冊買えます。これが糸すぎ。かわいいね。ロルワーンのさ、ロゴがこう横向きで控えめなのもいいですね。こっちが印刷で白で書いてあります。 これが権利表記の方だね。権利表記の方が普通の白で書いてあって、こっちのロルバーンのロゴが白押しのマットな銀ですね。キラキラしてない銀になってます。いや、いいなぁ。かわいい。<laughs> すごくいいですね。私、夜空がすごい好きなモチーフなので、本当にいい。<laughs> 裏面こんな感じ。 ゴッホ展限定ロールバンポケット付きメモ LA 夜のプロヴァンスの田舎道で、この絵の詳細をちょうど図録があるので読んでいきます。えっ、ー、と、この絵は1890年の5月12日から15日頃に描かれた絵で、おそらくゴッホがプロヴァンスで描いた最後の作品らしいですね。結構ロマンチックな感じをイメージして描かれてるみたい。で、実際見たものをまあ、 印象とか影響を受けてると思うけど、記憶の中の風景を描いた絵みたいですね。かわいい。いや、いいよね。ここにね、家があるんだって。オレンジの明かりがついたお家。かわいい。いいね。ロマンチックですね。<laughs> いい感じ。次あ、そう。これが好きな絵。横向きのロールバーン。面白いね。<laughs> こっち向きになるんだね。こっちじゃないんだね。 こっち向きの、横向きの絵が使われたロールバーンですね。ここが、ロゴが金色の箔押し。で、表記は何色かな何色だろうちょっと灰色っぽい、ベージュっぽい <laughs> 色で描かれてます。ラーメン、こんな感じ。ご保店限定ロールバーンポケット付きメモ L。レストランの内部。そう。 これどこのレストランかは多分知られてないはず。ただここにゴッホの絵が飾ってあるから友達のレストランじゃないかなって言われてる絵じゃないかな。ちょっと私そういうとこ適当に覚えてるので今のはまだ信じないでね。レストランの内部、図録を見てみましょう。<laughs> なるほど。印象派の実験的な作品なんだね。家具類は普通のゴッホとかの筆使い、普通に絵を描くときの 筆遣いで描かれてるけど、ちょっとピントが <laughs>、あれなんだけど、他の場所はいろんな色の点で描かれてますね、確かに。ゴッホの作品でこれほど新印象派に近接した作品はない。なるほど、ゴッホの中で一番じゃあ印象派っぽい作品なのかなそうなのかな,なんで、あ、合ってた。やっぱりそのゴッホの絵が飾られてて、だから、ゴッホの親しい知り合いのお店かもしれない。 って言われてるらしいですね。ゴッホは人物像を描く画家になりたかったけど、この絵の中では人が一人も描かれてないのは、まあ印象派の絵の中に人物を登場させるのが難しかったからじゃないかなって言われてるみたいです。多分ね、ここももう一個絵なのかな違うのかなそこのことじゃないかなちょっと待ってね。多分そうだね。そこのことかな。まあそこにも絵がありそうだけど、何の絵かは特定できなかったってことらしいですね。 おそらくテーブルがセッティングされてるのとか、すごい高い位置にシルクハットがかかってることから、中流階級とか、すごい階級の高いお店だったんじゃないかって言われてるみたいですね。上品な一枚ですね。いい感じ。<laughs> そんな感じ。で、ラストもう一冊。じゃ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 ーん。これもいいよね。今回は、今回の展示にはなかった絵なんですけど、これも夜空モチーフが入ってて、私はかなり好きですね。 これも金箔押しかななんか違うかしら。同じあ、こっち、このピンクの方はマットな金箔押しですね。キラキラしてない。1個目の作品、こっちの糸杉ぎと同じ感じで、銀と金のキラキラしてない箔押しになってます。で、3冊目のこちらがキラキラの箔押しになってます。多分。 で、表記は黒かな黒目な色になってますね。いや、いいな <laughs> かっこいいね。いい感じ。裏面はこんな感じ。ご保店限定ロールバーンポケット付きメモ L 夜のカフェテラス。これも、あ、これは図録にないよ。そうだ、それは読めないね。<laughs> どんな絵なんだろう。 私はゴッホの絵自体には詳しくないので、これはどんな絵なんだろうね。白い、ウェイトレスかな、これ。がいる。夜のカフェテラスですね。どうなんだろうね。<laughs> 後ろに馬車もいますね。ここは結構庶民向けなのかな。外のテラス。テーブルセッティングとかもないもんね。気になりますね。<laughs> 夜がいいですね。星が滲んでるような感じが綺麗ですよね。そんな感じでした。一冊開けよう。いやー、どれも使えないよ。<laughs> まあ、三冊買ったから使用用はあるんですけど、一過ぎは多分最後まで取っとくと思う。すごい特別な時に出すと思うな。まあ、現実的なのはこれかな。私、さっき出したのこれた。 そう、さっき見せたこのロールバーンはもう使い終わってて、今その後ガマがこれなんだけど、終わったらやっぱりこういうアート系のロールバーンにじゃあ戻そうかな。どうかな。考えとこう。そんな感じ。<laughs> いやー、これは、こういうのはやっぱりロルバーンメンテナンスとかに持っててずーっと使い続けたいですよね。開けましょう。う、えー、<laughs> まあ、さすがに3冊あるので、バシバシ使っていくんじゃないかな。 いやーいいね。どうにか通販とか出たらいいんだけどね。いやーでも、集客を見込んでコラボしてるから難しいよね。よいしょ。なんもないですね。普通の L サイズロールバーンになってます。あれ、珍しい気がする。ここ白いの。ここいっつも灰色なイメージなんだけど、どうかなこの真っ白だったっけどうだろう いつも影がかかっててグレーに見えるのかな。あこういう時はいつものを出せばいいよね。どうかなあやっぱりちょっと白いかも。どうかなそんなことないかいや若干白い気がします。比較すると。そうですよね。上の方がいつも使ってる今までのロルバール板。今回の五本のここの印は白いですね。おそらくポケットつけるときに上下を間違えないようについてるんじゃないかなって思う印なんだけど。 白くなってますね。<laughs> そんな感じ。今回の動画はそんな感じです。今回もちょっとご保店の購入品があるので、後日購入品だけの動画が上がるんじゃないかと思います。あとそう、今日行ってきたロルバンジャーニーの動画もそのうち上がってくると思うので、今後の動画もお楽しみに。バイバイ。